仲間たちと共に第三の宮掃除宮へ突入した聖夜たち。だが幻影に翻弄された聖夜たちはどうしても出口を見つけることができず、迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探す氷河とシュン。その前に双子座ジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。この男がジェミニのセイント、なんて存在感のないやつなんだ。まるで亡霊のような。おそらくこの掃除宮の迷路はやつが作り出した幻影のはずだ。つまりやつを倒せば幻影は全て消える。あ、ちょっと待って、ヒョウガ。どけシュン、時間がない。金牛宮では聖夜に助けられたが、今度は俺の番だ。行くぞジェミニ、ティグナスの剣を受けてみろ。このティグナスの陶器によって倒れてもらうぞ。この掃除機がお前の死に場所となるぞ。はい、と。ヒョウガ、落ち着いて。このジェミニのセイントはどこかおかしい。心配する。敵がどんな課題をしてくれようか、この戦で全て凍りつかせてみせる。まるで攻撃が奴の体を素通りしていっているようだ。いや、そんなことがあるものか。オーロラさんだ、アタック。まさかこいつも幻影なのか。しかし奴の攻撃は本物だ。やらなければこちらがやられる。いかにお前が強大でも、これだけの闘気を放てばただでは済むまい。受けてみろ、このティグナスの最大の技を。最大の技だと最大の敵が奪える。ダイヤモンドだ。オーロラサンダーアタック。あなたは自然だ。オーロラサンダーアタック。あなたは自然だ。俺の闘技で全て凍りつかせてやるぞ。発狂よ、ダイヤモンドダスト。パーフェクト。凍りつけ、ウィナー。どうだ、ティグナスの闘技は身に染みたか。状況がいくら集まってもセイントには無力。ヒョウガ、おかしいんだ。チェーンがさっきから戸惑っているようなんだ。何？戸惑っているとは？あのジェミニのゴールドセイントに対してまるで反応せず、むしろ敵がどこにいるのかわからないといった状態なんだ。バカな。終わりだな。アナザーディメンション。ヒョウガ、キングナスは異次元の彼方で消え去った。次はお前の番だ、アンドロメダ。ドラゴンの目が不自由なおかげで先の二人に掃除宮を通過されてしまったのは誤算であった。残すお前は必ず仕留めてみせよう。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。きっとジェミニのセイントを打ち破る方法があるはずだ。おかしい、僕のチェーンが戸惑うとは。このジェミニの迷宮を永久にさまようがよい。はい、と。はい、と。エビラチェーン、どうしてしまったんだ。ジェミニのゴールドセイントに対して全く反応しない。さっきの氷河の剣を通用しなかったのもおかしい。僕は本当は誰も傷つけたくない。だけど友のため、アテナのためにお前を倒す。一瞬の恐ろしく挑戦的なコスモ、私の集中を見ながら一体何を。兄さん、このコスモは兄さんだ。遠くから僕を守ってくれたんだ。僕たちの目の前にいるセイントは存在しないのか。ならば掃除機を使うのは存
在しない。エイス、エイス、パーフェクト。ウィナー。ジェミニー、咽頭葉の悲しみを感じる。本当の力を出してしまった。どこに隠れていようとも、僕のチェーンは幻覚を作り出しているものを見つけ出して倒す。そこが、行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。バカな。異次元空間を超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。それにしても氷河は無事だろうか。戦いの最中、ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今、どこかに戻ってきているはずだ。